ったらスイカの方が、まあ、食べてる。まあ、今ちょっと値段もあります、ありますので、ね、水より、はい、まあ、水も高いのありますけどね、はいはい、わけわかんない、東京駅とかに水のお店とか行って、もう5万とかする、ね、500cc とか350で5万円とか10万円する水とかも来ますもんね。マジ、はい、それが流行ったんですよ。何店舗か都内にできて、速攻潰れましたね。潰れますよね。買わねえよみたいな。買わないっすね、はい、チャレンジする気にもなんないっすよね、はい、軟水と硬水から始まって、はいはい、もうなんか何かが入ってるよみたいな、はいはい、そういうのならないっすね。でも本当にあれなんですよね、なんかお通じが良くなる水とか、はい、あるんですか。あります、あります。へー。うん。